滝本誠です。平成24年度より武道必修化が始まっています。授業で安全で楽しく柔道が学べるように参考にしてもらいたいと思います。今回は投げ技を学んでもらいます。数ある投げ技の中で今回は6つの技を学んでいただきたいと思います。まず投げるためには組手、崩し、体さばきが必要になります。それを勉強していきましょう。まず右利きの場合、左手を相手の袖を持ちます。右手は相手の襟を持ちます。これは右利き同士で組んだ場合です。左になるとさっきと逆で、左手が相手の襟、右手が相手の袖を取ります。崩しというのは、両足でしっかり立っている人間を投げるというのはかなり難しいので、そのバランスを崩してから体さばきを入れて相手を投げます。まず右踏みで組んで相手を前に崩します。崩すときは引き手、釣り手両方をしっかり持って両手を固定します。自分の手を引くんではなく、この固定した腕を自分の体を利用して、自分の体を移動させて相手を崩します。で、最後に体さばきを入れて投げます。続いて後ろに崩す場合です。さっきと同様、引き手、釣り手、しっかり持って腕は固定します。その固定した腕を自分の体を移動させて相手を後ろに崩します。ここに体さばきを入れて投げます。次に横に崩す場合です。釣り手、引き手、しっかり持って今度は自分の体を横に移動させます。この時に体を入れて相手を投げます。まず組手、崩し、体さばきを踏まえて膝車という技から練習しましょう。引き手、釣り手、しっかり右組みで組みます。崩しは相手を前に崩すので、自分が一歩下がって相手を前に崩します。その時に自分は相手の左側に移動して、自分の左足を相手の膝に当てます。この足を支点にして相手を当てます。膝車はこういう練習もあります。相手が膝をつくことで投げられる恐怖心もなくなり、積極的に練習ができます。
出足払いです。右組みで組みます。相手を少し移動させて、この時に自分の引き手を自分の右手につくように、相手を下から持ち上げるように相手を崩します。その時に自分の左足を相手の右足に払います。膝車と違うところは、相手の足を素早く払います。1歩目で相手の横に、相手の右横に自分の左足を持ってきます。この時に相手を横に引っ張って相手を崩します。残っている後ろ足を相手の後ろに振り上げます。この振り上げた足を相手の立っている足にかけて投げます。重心を後ろに下げます。左足に重心が来るように下げます。自分の左足を自分の足にクロスさせるように相手に寄ります。右足を浮かせて相手の左足にかけて投げます。
相手を背負います。あと前に。柔道を楽しむためには、投げる方は正しく投げ、投げられる方は正しく受け身をすることが大切です。